今日の動画を見るだけで股割り素振りのやり方とコツが分かるようになります。今日もできるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。おー、今日は股割り素振りのやり方とコツをお話しします。いつも先生が大きい声出してるでしょ。姿勢を崩すな、体を起こせ、頭を前に出すな。でもこれ一体なんでだと思いますか。剣道っていうのは打つ時の姿勢が悪いと一本にならないんです。そんな時にぴったりなのが股割り素振りなんですよね。今日の動画を見るだけで股割り素振りのやり方とコツが分かるようになります。今日もできるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。今ね、毎日素振りライブのシーズン5っていうのをやってるんだけど、朝はまあ6時半から、夜は19時から7時からか、600本やってます。1日1000本やってますね。でこれのね、素振りライブの中でリクエスト素振りっていうのをやってるんだけど、実はその中で股割り素振りっていうのが人気ナンバーワンなんです。やっぱり楽しいんだろうね。でもね、大人の人はね、もう足痛くてもう死んじゃってます、泣いてます。じゃあ早速だけど、股割り素振りの目的は3つあります。1つは足腰を鍛えること、これはまあわかるよね。2つ目は上半身の軸をぶらさないこと、そして3つ目は腕と肩の力を抜いて振れるようになること。この3つがポイントです。そしてまあいろいろこれから細かいやり方説明していくんだけど、その前に一つだけお約束してください。一番大事なのは目線です。目線、目が動くと集中力が切れて頭がぶれます。頭がぶれると体がぶれます。股割り素振りをやってる間、10本20本何本でもいいです。必ず目を動かさないようにしてやってください。見つめる場所っていうのは何でもいいです。自分の背の高さと同じぐらいの目の高さのところに、壁に模様があれば模様でもいいし、カーテンでもいいし、柱のこうなんかね、木目みたいなところでもいいし、何でもいいです。とにかく一点を見ながら頭を動かさない、これが上達につながります。一眼二足三短四力っていうじゃないですか。そのぐらい目を固定して素振りをやると、それだけで上手になります。今回の股割りのビデオっていうのは2本立てになります。1本目、このビデオの中は基本編をやります。そして次のビデオの中では応用編、レベルが上がったいろんな種類の股割り素振りの説明やり方をお話しします。楽しみにしてください。じゃあ早速股割り素振りのやり方を説明していきます。まずは足を肩幅よりも広めに開きます。そして自分のつま先の方向、つま先の方向に膝を曲げて腰を落としていきます。腰を落としていくときに、お尻をあんまり後ろに突き出さないでください。お尻が後ろに下がってしまうと頭が前に出てしまいます。上半身はまっすぐした状態で腰を落としたいんですけど、このイメージとしては、例えばここに壁があって、腰、背中、首、頭、これを全部壁につけた一直線のまま下ろします。そういうイメージですね。そして腰を落としている間、一点を見つめて顎も引いておきます。次は竹刀の握り方ですね。竹刀の握り方、下の指3本、小指、薬指、中指、右手も同じです。下の指3本で上から竹刀を握ることをもう一度確認してください。竹刀がまっすぐ振れない、こう横になっちゃう、まっすぐ振れない原因の8割は正しい握り方ができてないからです。正しい握り方、このタイミングでもう一度見直したら、まっすぐした振りができるようになります。竹刀の握り方については別の動画があるので、もしよかったらそっちを参考してくださいね。じゃあ早速ですけど、股割り素振りやってみますね。足幅を肩幅より広く取って、竹刀の握り方をもう一度チェック。お尻が後ろに出ないように腰を落とします。はい、1、2、3、4、5、ね、こんな感じです。そして素振りをしている間は目線を絶対変えないでください。一点を見つめたままです。目線が動くと集中力が途切れて頭がフラフラします。いいですか。そして上半身は
体の中心線を意識します。体が垂直まっすぐぶれないぶれないぶれないね、中心線を意識します。そして振っている間、振り上げ振り下ろし、できるだけ肩と腕の力を抜きます。楽に振ります。腰を落とす、どこまで落とすかの目安は太ももが水平になるまで、ここまででいいです。これ以上落としちゃうとしゃがんじゃいます。太ももが水平になるまで、床と水平になるまで、ここまで下ろせば一番効きます。膝はつま先の方向に出すんですけど、膝を前に出しすぎるとこれは膝痛めます。特に大人の人注意してください。膝はあんまり前に出さないの方がいいと思います。剣先を振り下ろした時の高さっていうのは、これは先生によっていろいろだと思うんですけども、僕は床すれすれまでしっかり伸ばすやり方です。これは先生によってやり方違うと思います。そしてできる人は一本一本を大事に振ってほしいんです。一本一本大事に振るっていうのは、最後一番振り下ろした時、ここでピタッと1回止まります。 0.5 秒でもいいですから、1回ここでピタッと止まる、はい戻る、ピタッと止まるね、 0.5 秒でもいいです、1秒でもいいです。1回最後止まったら一本一本大事に振れてるってことになります。じゃあちょっと10本だけ振ってみましょうか。もし竹刀なければ手手刀でもいいです。いきますよ、はい構えて、また割り素振り10本始め、1構えて、2構えて、3目線を変えない、お尻を後ろに突き出さない、目線を変えない、この10本の間は目線を変えない、7、腕と肩の力を抜きます。太ももが床と水平になるまで下ろします。はい10と、はいこれがまた割り素振りになります。どうでした？10本振る間目線変えずにできましたか？いかがでした？以上が股割り素振りの基本編、やり方とコツになります。1秒でも早く上達したい人は、さっき言った目線ね、目線を変えずに一点を見つめたままこの股割り素振りやってみてください。もうたったそれだけで集中力が全然変わってきます。次の股割り素振りの応用編の2本目のビデオでは、いろんな股割り素振りのバリエーションを紹介していきます。ほんときついから2本目は覚悟しておいてくださいね。あと、もし一緒に股割り素振り練習したいっていう人いたら、僕の素振りライブっていうのがあります。毎日やってます。今はシーズン5やってますけども、別のねサブチャンネルの方で朝6時半から夜は7時から毎日振ってます。ぜひ参加して一緒に股割り素振りやってみてください。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。2本目も見てください。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。